こんにちは柏流一の今日のインテリアの佐島まとしぶきます。今日は英国から東アジアを見れば戦争準備に傾斜する中国とこういうテーマについてお話しようと思います。まあねあのエクスプレスでね結構いいコラムがあったんでこれを紹介しようかなと思います。まずね書いたしたジョナサン・サクスティという人だったんですね。まあどうね何やってるかよくわからない人なんですよ。でもまあある程度企業も立ち上げて CEO もやってる。でもやっぱりこうなんか 先の英国のことは心配みたいなそんな感じのニュアンスの自己紹介がありましたまあどんな人かよくわかんないんですけど、ね、でも、まあ我あの文章としては整ってるんでいいんじゃないかなと思って紹介しようかなと思いますじゃあいきますね、えー、中国共産党は中国を再び統一するために台湾を併合すると約束しているので衝突が起こるかもしれない、えー、きっと現実を知るべき時が来たのだろう中国共産党が率いる改革派の中国は 大陸と海を隔たった台湾との統一に全力を挙げているためアジアで紛争が勃発しそうなのだと、えー、中国共産党は現実的に引き下がることはできない国民を丘の上まで行進させた後、再び丘の下まで行進させるのは面目を失う一変、まあ、ね征服するぞって言ってるからいやもうやっぱりやめときますだって言えないとそういうことですね、えー、ロシアのウクライナの戦争が、えー、っと中国共産党を遠ざけたと思う人は 西側諸国はこの紛争にあらゆるものを投入しロシアを引き止めることはできたものの自国の兵器在庫の多くを使い,使い果たしただけでなく中国の国営メディアは中国国民にロシアは正しく勝利すると伝え台湾に手を出すように、えー、北京への圧力をさらに高めていることを考えてほしいと中国共産党は漢民族の民主主義国家が目の前にあるという恥ずかしさを解消したのだと。 目の前にね民主国家がありますから、なんで中国が民主国家じゃないのって言われたら困るんですよね。えー、そう、中国共産党は中国を再び完全なものにしたいと考えているのである。と。え特に米国が中国への半導体輸出を禁止した後、台湾の重要な半導体産業を手に入れたようだ。ただ、中国共産党が支配する台湾の電子部門に各国がどれだけ協力するかは議論の余地があるところである。 でもねこう考えてみたらどうでしょうかね。仮し、ね、中国とアメリカ、中国と日本の戦いで、アメリカとか日本が負けたとしましょう。そしたら、台湾は中国のほうになりますね。でも、やっぱ軍事的核のもとで、軍事的に脅されてですね、日本は結局、材料を供給せざるをえないでしょう。だから、台湾取られたらもうそれでおしまいなんですよね、ほとんどね。そういうことだと思います。単にね、シーレーンだけじゃないですよね、だから、そう考えたらね。 しかし最大の原動力は太平洋を支配することです。そうですよね太平洋ですよね西太平洋といったんでしょうねとりあえずにえ太平洋を支配することであると簡単に言えば中国は自国の海域と日本のような米国の同盟国が依存するシーレーンを支配することなく中国共産党が切実の,のみ必要としている米国と同様の地位を得ることは得られないんだとまあそうですよね世界の覇権国家になることはできないんだとこういうことですね。 中国の人民解放軍が西太平洋を支配できないのは第一列島線と呼ばれる台湾を中心とする島々のネットワークがあるからだと。台湾を支配すれば中国はこの鎖に亀裂を入れ米国を西太平洋から追い出し台湾の南にある豊富資源豊富な南シナ海を支配することができる。フィリピンにおける米国のプレゼンスの強化は明らかに中国の南シナ海に対する願望を念頭に置いていると。 にもかかわらず欧米諸国は中国経済からの本格的な切り離しについて十分な距離と速度をとっていないもっと早いけばいいのに全然のろのろしてるなぁとそういういことですねかつて平和主義を掲げ地球上の最も警戒心の薄い国だった日本が <laughs>、えー、突然防衛を強化するのであればそれは何かを教えてくれるはずだと。 アメリカにとって台湾を守らないことは、えー、破滅的なことになるかもしれない信じられないような前例を作りアジアにおける同盟関係を破壊しドル企業は撤廃を制すであるまあもうドルはまあ単なる紙切れになるでしょうねそれはそうだと思います、えー、英国はこの保証の恩恵を受けているだけでなく米国と同様英国もアジアの半導体産業やアジア周辺のシーレーンが北京に支配されることは許,せ、えー、許さないんだとまあだからね TPP 加盟するってことは もう英国もね中国に向けて共闘しますよそう言ってることと多分ほとんど同義だと思います。もちろん、えー、中,中国に産業を委託し中国共産党を潤した欧米の責任もあるそれはこれが大きいですよ、ね、欧米の責任が大きいですよねこんな中国を化け物みたいに大きくした考えりゃよかったんですよねやっぱ本質人間の本質や国家の本質をやっぱり見にけばよかったんですよね。 西側諸国は自分たちが巻いた種を刈り取ることになったのである本当に本当にその通りですね一方中国は台湾に関して自分たちにもチャンスがあるウクライナ以降多くの欧米新世紀の在庫は減少しているが中国にとってこの優位性は永遠に続くものではないだからあれですよね欧米も武器が今すっからかになってますから今やったらやりますぜというねそういう中国の計算があるとこういうことですね一方 日本や米国といったライバル国は防衛力を強化しているがその実現には時間がかかるそうですね、えーえー、と重要なオーカスという契約が本格化するのは2030代に入ってからである原発がね2020年代に用意できないっていうのはオーストラリアにとってはすごくマイナスだと僕は思いますがねでは中国は実際に何をしているのか中国共産党は国防予算を増やし食料を備蓄して食料自給率の向上を図りエネルギーの輸入を確保し 台湾に近い中国領内に防空壕と緊急救急病院を建設し中国全土に防衛動員事務所を開設していると昨年末には新法により人民解放軍が予備役をより容易に動員することができるようになった中国の海軍はすでに世界最大でありアメリカ海軍との差がますます広がるだろう全体として人民解放軍には200万の現役兵と50万人の予備兵がいると。 ここれれがが戦争準備ののううに聞こえなないのであれば何がそうなんだろうかもちろん台湾海峡の横断の難しさ良好な上陸地形の欠如台湾内陸部の山岳地帯や森林地帯紫外線の危険性を考えれば人民解放軍にとって台湾は楽な場所ではないだろう。一方台湾はウクライナの16分の1の面積しかなく島であることから機材の運入搬入や難民の搬出がウクライナよりもはるかに困難であろう。 中国にとってみれば近接性、戦争に再利用できる巨大な、えー、と産業基盤、さらに、えー、と台湾の人口とインフラが中国に面した側に集中しているという利点がある。しかし中国軍はまず台湾を封鎖し、航空戦力と海上戦力を組み合わせて輸入に依存する台湾の域の根を止めようとするかもしれない。 ししインターネット接続,接続を遮断するかもしれない、まあ、でもこれはあのあれですよねスカ,イスカイリンクでしたっけあのイーロン・マスクはねあれがあるからまあライン蹴ってもねそれはちょっと無理ですねそれだけではねえ中国共産党はすでに小規模でこれを実践しているという噂があると、えー、台湾の防空識別圏のへの度重なる新人は台湾の防衛力を低下させながら封鎖、えーえー、の練習をすることを示唆していると。 だからう台湾側をね飛行機出さなきゃいけないのでだんだん体力が奪われていくんですよね。いや人数そんなにいないのにしつこくしつこくやられたら大変ですよね台湾軍はね、えー。封鎖は戦争行為であることに変わりがないこの時の米国の指導者が最終的な判断を下さなければならない要するに中国を逃した場合の戦略的影響は米国だけでなく米国が支援を求めるであろう西側同盟国にとってもかわは 破滅的なものにななにりかえない。長年にわたる欧米の近視眼的なアウトソーシングのおかげで今日中国が戦争に必要な、えー、製造の優位性を持っているのであると、えー、では欧米の政治家特にビジネス関係者はこの現実に対して本当に準備ができ,できているのかそしてどうするつもりなのかなぜならこの現実は決して消えることはないからだ まあこういうい話なんですが、まあ、ビジネス面が全然遅れてるよねっていう話がやっぱり一つの筋でしたね。でもどうですかやっぱりこう T それからねやっぱ TPP っていう枠組みは、まあ、英国がねああった TPP に入ったっていうニュースがありましたけどその枠組みを考えてみると、まあ、明らかに、まあ、英国は多分中国と戦うんだろうということは分かると思うんですよ。でもやっぱりね戦うからに何か目標があるからで何があるんでしょうかね。やっぱりこううう僕は思う最近思うんですけど これまでね、ロシアはもこの後分解するだろうっていう予測をしました。まあ中国もね、最低四つに分かれると思うんですよ。中国東北地方ね、それとあと、えー、新疆ウイグル、そしてあのチベット。 であと残りだ、ね、とおかしいけどで残りでも結構分かれるでしょうね上海だったら上海だけで独立するかもしれませんよねあと香港でしょうね香港の一帯とか深圳のあたりとかねごっそり一緒になって抜けるかもしれませんそれはまあ分からないですけどねでも明らかにここはもう抜けるような、まあ、チベットとか、あのー、新疆ウイグル地区ですかあれはもう完全にねあのインドのジ、ね、ス用の支配下に置かれてでそういう形で独立を果たすはずですよね。 そうするとね。やっぱりやっぱり英国は香港が欲しいんじゃないかなと <laughs>。思ってしまったりします。まあね、tpp のニュースもね。ちょっと bbc からね。ちょっと紹介しましょう。まあ、産業構造はね。これから変わっていくわけですよ。大きくがっさり変わるわけですよ。ですから、あの何ですか？そのためにやっぱり大きなマーケットが必要なわけですね。そうするとやっぱりブロック経済化してるんですよ。今はね。ブロック経済をとにかく大きくすると、大きなブロック経済を作るんだっていうことが発想としてあると。 そそれがやっぱ TPP のの根幹といううこにあると思うんですよね。だからオバマ政権のやった、まあ、唯一まともな政策なんじないでしょうかねこれはね、えー「加盟よりイギリスは加盟国へのチーズチョコレート機械ジンウイスキーなど輸出で完全に抑えられると」と欧州からの加盟はイギリスが初だと。しかしイギリス政府は CPTPP 加盟がイギリス経済に与える恩恵はごくわずかだと見ている2018年に発足した CPTP は 日本オーストラリアブルネイカナダチリマレーシアメキシコニュージーランドペルーシンガポールベトナムが加盟と世界の総生産の13%を占め5億人規模の市場を有していると、まあ、世界経済の宝石ですよねこうクラウンズジュエルというかねそういうもうとっておきのこう国々ですよこれらの国がねそれが今結束しているとその中に英国も入ることができたっていうのは やっぱり大きいいんじゃないんでしょうかねアメリカが入らなかったのはすごくアメリカにとって不利なんじゃないかなと思ってしまったりします。まあ、いいんですけどねあまり大きいアメリカがいるより日本が、ね、仕切れる方がいいじゃないですかねで。日本とイギリスでうまく仕切っていけばね経済的に反映するよういいんですからねあの日本が一番経済的規模が大きいっていうのがここではミソなんでそれがやっぱり一番最大のねリーを上げると思いますんでアメリカ抜けてもらって本当にありがとうですよねトランプありがとうですよ本当にね。 <laughs> 言ったらあかんか、えーまあ、イギリス政府は今回の合意についてブレクジット以降で最大の通商協定だとしているとしかし加盟によってイギリスが受ける利益はわずかになると見られるとイギリスはすでにブルネイとマレーシアを除く各加盟国と個別に自由貿易協定を結んでいるその一部は EU 加盟時代から引き継がれているものだとそしてさらにイギリス経済の CPTP 加盟による拡大率は 今後10年でわずか0.08%に過ぎないと見られていると。政府に経済見通しを提供している A 予算責任局は、ブレクジットは長期的にイギリス経済の成長を4%減らしているとする。まあだからだいぶブレクジットはダメージが大きかったんですね。しかし、リシスナーク首相は、CPTTP 加盟は、ブレクジット後の自由における本物の経済的利益を示すことだと話した。 イギリスは CPTTP の一部として新規雇用や成長イノベーションの機会を得るグローバル経済の重要な立場に就いたイギリスの企業は今後欧州から南太平洋にまたがる市場への類を見ないアクセスを享受できるときいと思いますよこれはねやっぱりね、えー、ケミ・ベイドノックビジネス貿易省は CPTTP 加盟は雇用を支え イギリス伝道のあらゆるる企業に加盟、えー、と機械を創出すると話したイギリス政府は CPTTP 加盟で得られるその他の利点としてイギリス企業が現地企業と同等となることで現地に事務所を設置したり居住したりする必要がなくなる、えー、っサービス分野が活性化すると述べたあだから現地にね事務所を置かなくてもよくなるというのが大きいんじゃないでしょうかね。 政府は2023年に正式加盟に向けた最終的な法的行政的措置を加盟各国と講じていくと述べた、まあ、だから今年中にね大体決着はつくんでしょうねそう考えたのはやっぱりね英国はようやく日本の味方になってくれたア <laughs> ジアで一緒に繁栄していこうと、まあ、そういうことですよねそのためにやっぱり中国をぶっ潰すなとそういう英国の基本ラインっていうのはやっぱりこうやって 見えてくるんじゃないでしょうか、まあ、ちょっとしたコラムなんですけどねやっぱり英国はやっぱこうだよなこういう方向なんだよなとで欧州は捨ててアジアに入ると、ね、おいで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 おいって感じで、えー、おいでとこれで金はアジアは仲間だとそういう感じですよねだからすごく愉快、まあ、なニュースなんでいいなと思うんですけど、まあ、あのまあそういうわけですわ、まあ、英国のね今後にはすごく個人的には期待したいとそう思います。 まあ大体ボリス・ジョンソンなんですよね大体こういう方向性を作ったのが、ねまあ、それでもう大体それで決まってしまったので利子、まあ、なんかもそのままその路線に乗っていると今の岸田首相が安倍首相の路線に乗っているのとほぼ同じですよね、まあ、だからあのまあいい方向にいきつつあるんじゃないかなとやっぱり中国を潰す上ではやっぱりアメリカとイギリスという協力はぜひとも得たいところですよねですからすごく幸先のいいニュースなんではないかなとこう思います。 じゃあ今日はこのぐらいでよろしかったら両側のョンそしてチャンネル登録もぜひお願いしますサンクスねサンクス本当助かってますんでありがとうございますじゃあ今日はこれで失礼しますね